トーマス・マイケル・マット・マイク・ホアーは、著名なアイルランド人傭兵。コンゴドーランに参加したことや、セイシェルにおけるクーデターを指揮したことで知られる。1919年、イギリス領インドのコルカタにて生を受ける。両親ともアイルランド人だった。8歳の頃に、ロンドンの寄宿学校に入り、1938年に卒業を。その後は、 国防義勇軍に志願し、歌手官及び士官としての教育を受けた後、新設の偵察連隊に配属された。第二次世界大戦中には、イギリス陸軍ロンドンアイリッシュライフルズ連隊の主官となり、極東方面で東南アジア地域連合軍総司令官、ルイス・マウント・バッテン帝徳の幕僚として勤務した。コヒマの戦いでは、装甲車部隊を率いたという。 ニューデリーの司令部で終戦を迎え、ロンドンに戻った後に少佐として英陸軍を退役した。戦後、公認会計士としての研修を受け、1948年には正式に資格を得る。やがて彼は南アフリカのナタール・シューダーマンに移住し、冒険旅行を行いつつ、アフリカ各国で非正規雇用の兵士として活動した。1960年、 コンゴ共和国の成立とカタンガ州の分離独立宣言を受け、いわゆるコンゴ動乱が勃発する。フォアはカタンガ共和国側の白人傭兵部隊に参加し、大尉の階級で第4コマンドの指揮を取った。1963年、モイーズ・チョンベ首相はスペインへと亡命し、カタンガ共和国は消滅した。その後もコンゴの情勢は安定せず、各地で 反乱や暴動が頻発していた。1964年初頭にはシンバを自称する共産主義者の反乱勢力が放棄し、首都レオポルドビルへの進軍を開始した。事態を収集するべく、レオポルドビル政府はチョンベを呼び戻し首相を就任を要請した。同年7月、レオポルドビル政府はアメリカ合衆国を呼び、ベルギーの承諾を受け、傭兵部隊の創設に踏み切った。 この際、フォアは当局より対反乱作戦のために傭兵1000人を集めるようにと依頼されたのである。こうして第5コマンドが創設された。副官はアリステアウィックス少佐だった。舞台の愛称、ワイルド・ギースは17世紀のアイルランド人、傭兵部隊ワイルド・ギースから取られたもので、舞台衣装の衣装は空を飛ぶガンだった。1965年12月、 第5コマンド隊長の職をジョン・ピータースに引き継いだ。動乱の最中、ホワート・彼に引きられた傭兵団は、ベルギー軍空挺部隊、亡命キューバ人のパイロット、CIA に雇用された傭兵部隊と協力し、ドラゴンルージュ作戦に参加した。この作戦は、スタンリービルから1600名の民間人を救出することが目的であった。 この作戦で多くの人命を救ったフォアーは後に今後国民軍の中佐となり第5コマンド部隊はニコ大隊に拡張された通称のマッドマイクは60年代のコンゴで放送されていた東ドイツのプロパガンダ放送に由来するこのラジオ放送では彼を地に植えた狂犬マイクフォアーと称しているアイルランド系南アフリカ人の作家 グリー・オマラはホアーの命である。彼女はアフリキア航空771便墜落事故で命を落とし、当時執筆中であった傭兵マイク・ホアーの活躍をモチーフとした作品群は未発表に終わった。1970年代中頃、ホアーは傭兵の戦いを描いた戦争映画ワイルド・ギースのアドバイザーとして雇われた。 この映画はクーデターにより失脚したアフリカ母国の大統領を救出するべく、傭兵部隊が雇われるというストーリーで、主人公、アレン・フォークナー大佐は、ホアー自身をモデルとしている。また出演した俳優のうち、イアン・ユールは、ホアーの下で戦った本物の傭兵であった。さらに、傭兵役俳優のうち4人は、アフリカ生まれで、2人は、捕虜となった経験もあり、 ほとんどが十分な軍隊経験があった。1978年、南アフリカ共和国にて、ジェームス・マンチャム元大統領をはじめとする、セイシェル人亡命者たちは、フランス・アルベールルネ大統領に対するクーデターを企画し、南アフリカ政府当局との秘密会談が行われた。また、ディエゴ・ガルシア島への米軍基地建設に関する問題で、 ルネが激しい抵抗を示していたため、アメリカ政府内部でもこのクーデターへの支援を行うことが決定された。南アフリカで一回の民間人として暮らしていたホワーはマンチャムからの連絡を受けるなり、南アフリカ軍特殊部隊旅団の隊員や、モトローデシア軍人、およびコンゴで戦った傭兵たちなど53名の兵士を招集した。1981年11月、 ホアーは呼び集めた中産階級の白人で傭兵団を編成する。彼らは1930年代の英国の上流階級社交クラブの名を取ってイエンシェントオーダー・オブ・フロス・ブロワーズと呼ばれた。後にホアーが表したザ・セーシェル・アフェアによれば傭兵団はラグビー団体を装い手荷物の底に AK-47 突撃銃を隠していたのだという。 しかし、セイシェール空港にてある税関職員が、ホアーの部下の手荷物を検査しようと試みたことにより、唐突に銃撃戦が始まった。周到に偽装されていたにもかかわらず、何らかの理由から AK-47 を発見した税関職員は警報を鳴らして逃げ去ろうとしたのである。ホアーの部下は、手荷物から AK-47 を引っ張り出し団を、 込めると税関職員が建物の反対側に到達する前に射殺した。フォアはクーデター計画の続行を決断し、傭兵団は弊社の占領を狙い展開した。銃撃戦は空港のど真ん中で起こったが、この最中にエアインディアのジェット旅客機224便が滑走路に緊急着陸してフラップに損傷を受けている。フォアはこれらの航空機や 一般の乗客を傷つけることを良しとせず、銃撃を停止し、治安当局との交渉に移った。数時間後、フォアーは、作戦の失敗を認め、傭兵団は、エアインディア機をハイジャックして脱出することになる。傭兵団が、補充用の航空燃料を発見した後、エアインディア機の機長は彼らの登場を強化した。ホアーが、機長になぜ重荷の中に着陸したのかと尋ねると、 機長は、銃撃戦に気づいた頃にはすでに着陸体制に入っており、また巡航可能な高度に復帰して予定通りに飛行するには燃料が足りなかったと答えた。またホワーは南アフリカに戻る前に、重火器を海へ投棄したいので扉を開けてくれと頼んだが、機長は、昔とは違うんだと笑い、高高度のジェット機の扉を開けることは不可能だと説明した。 南アフリカに到着後、ホアーワブカたちと共に、警察当局に逮捕された。傭兵のうち4名は、セイシェール空港に取り残され、反逆罪のドガで有罪判決を受けている。1982年1月、国連安保理決議496に基づき、国際委員会で、セイシェールにおけるクーデター未遂に関する調査と会議が行われた。 ここで作成されて報告書では、武器弾薬の提供などを含め、南アフリカの軍当局が関与していたと結論付けられている。南アフリカとの外交問題を避けるべく、当初ハイジャック犯らは裁かれうる、罪のうち最も軽微な誘拐罪で起訴されたが、国際社会の反発を受けて、ハイジャック罪に格上げされている。マイク・ホアンは、航空機ハイジャックの罪で有罪判決を受け、 懲役10年の刑を言い渡された。最終的に43人の容疑者のうち42人が有罪判決を受けている。ここで無罪となった一人はアメリカ出身の元ベトナム福音兵であったという。彼は銃撃によって負傷しており、ハイジャックには関与していなかったとされる。傭兵らの多くは3ヶ月後に釈放されている。刑務所にいる間にホアー大佐は ワイルド・ギースの名誉会員にその名を連ねたが、その後は傭兵としての依頼に恵まれることは表向きにはなかった。また公認会計士としてのホアーは、英国直居会計士としてイングランド及び、ウェールズ直居会計士協会に所属していた。ホアーは会費を払い続けていたので逮捕後も会員であり続けたが、他の会員などからの抗議もあり1983年には、東国を理由に、 ホアを除名している。2019年3月17日、マイク・ホアは100歳の誕生日を迎え、ダーバンにて催されたパーティには、家族や友人など35名が集った。その中にはかつて、ワイルド、リースとして、共に戦った、戦友6名も含まれていた。長寿の秘訣について尋ねられると、笑いは最高の薬さ。もう少し真面目に言えば、 二条のアスピリンで治せないものは決して多くないということだ。絶対に医者に会いに行くべきじゃない。奴らは君の悪いところを見つけ出すだけだと答えている。また、100歳を迎えたことについては言うまでもなく楽な人生じゃなかった。もうあまりよく覚えていないんだ。だが、幸いにも私を気にかけてくれる人々に囲まれているし、それは おいの苦しみというやつを忘れさせてくれると語った。2020年2月2日、ダーバンの介護施設にて死去。百歳没。ありがとうございます。